演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちら、チャンネル登録よろしくお願いします。ちら、業務スーパーで買ってきたココナッツウォーターを飲みたいと思います。業務スーパーの飲み物はなんか初めてな気がしますね。お菓子とかいっぱい食べてるんですよ。そうなので気になります。それではまずはオープン。そんなに香りとかはしないですね。ココナッツは無色透明の飲み物だというのは聞いたことありますが、これもそうみたいですね。普通の水と比べると若干、まあ、濁りっていうとおかしいですけど、ちょっと色味がありますね。ちょっとこれこぼすと嫌だから、それでは乾杯。なんか思ってたのと違うな、こうじゃないっていう感じがするな。評価しにくい。ココナッツの風味は確かに感じるんですが、なんだか妙に甘ったるい感じですね。どちらかというと自分はココナッツだけど、例えばミスタードーナツのココナッツクランチとかごま団子に入ってまぶされてるクランチとかの、ああいうちょっとさっぱりとした甘さがね、ちょっとこれは好みではなかったですね。なんか変に甘ったるくて、フレーバーモーターとしてももうちょっととんがっててほしいなとも思う、なんかどっちつかずな感じなんですよね。なんか甘いんだけどフレーバーモーターが出るフレーバーモーターじゃない、ただの水が甘いだけかと言われるとそれも違う。なのでなんだか微妙な感じですね。まあもう一度飲みたいとは思わないかなということで、こちらの点数とさせていただきます。なんかこういう低い点数出すの久しぶりな気もするな。自分の審査甘いのか。それでは青唐辛子ルーブル美術館や辛口です。美術品の審査は青唐辛子のように辛口に行われていませんよね。自分の審査ももうちょっと辛口にしようかな。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。